皆さんこんにちは。今回はミスチルの所属事務所エンジンと都内のコンサル会社 A 社との間で勃発した総額50億円にも上る金銭トラブルについて詳しくお伝えします。またエンジン代表の谷口和弘氏と A 社社長園田裕也氏の関係、その事件がボーカルの桜井和寿さんに与えた影響、谷口氏と桜井さんの関係、そして桜井さんの過去の不倫、略奪婚についても深掘りしていきます。2022年11月、ミスチルの所属事務所エンジンは経営の危機に直面していました。原因は取引先の都内コンサル会社 A 社をめぐる金銭トラブル。両社の間ではなんと総額50億円もの巨額な借金問題が勃発していたのです。ことの発端はエンジンが A 社から受けていた融資にありました。 A 社は2010年代半ばからエンジンに多額の資金提供を続けていました。表向きは年利3から 10% の適正金利を装っていましたが、実際には法律の抜け穴をかいくぐる形で違法な高金利を課していたのです。手口は架空の業務委託契約やコンサルティング契約を装うことで、表の金利とは別に裏の金利を支払わせるというもの。例えば2018年11月、エンジンが A 社に融資した1億円、約定通り翌月に元利を完済したにもかかわらず、その2ヶ月後にはエンジン側の別会社から A 社に対して1000万円もの業務委託費が支払われていたのです。これは実質的に年率 100% を超える法外な闇金利の支払いに他なりませんでした。返済を少しでも遅らせれば延滞金や遅延損害金名目で青天井に膨らむ金利を支払わされたのです、と A 社関係者は実態を説明します。ではなぜエンジンはこのような法外な金利を了承してまで A 社から資金を借り続けたのでしょうか。表向きは新規事業立ち上げのための資金としていましたが、その実態は違っていたようです。プライベートな遊興費がかさんでいた、リスクの高い事業への投資に使っていた、など諸説が飛び交いましたが、真相は謎に包まれています。いずれにせよ闇金融に踏み込んだ時点でエンジンは返済のめどが立たない借金地獄に陥っていたのです。このズブズブの関係を生んだのがエンジン代表の谷口和弘氏と A 社社長の園田裕也氏の個人的なつながりでした。2人の出会いは2010年代前半に遡ります。谷口さんは事業拡大への野心を抱いていたが、その原資となる資金繰りに悩んでいたそうです。ちょうどその頃、投資に失敗して資金繰りに窮していた園田さんと知り合い、資金提供を持ちかけられたそうです。もともと大手証券会社に勤めていた園田氏の金融テクニックを信用してしまった谷口氏、その結果いつしか違法な闇金融へとのめり込んでいったのです。最初は単なるビジネス話だったのが、次第に飲み会やゴルフ、果ては豪遊旅行に及ぶようになりました。仕事とプライベートの区別がつかなくなり、どこかお互いを高め合うような関係になっていったようです。しかし園田氏が主催する A 社の経営状態はすでに限界に達していました。いよいよ焦げ付きを恐れた園田氏は谷口氏に対して一方的に融資の打ち切りを宣告。金を出せと突然50億円もの債務の即時返済を求めてきたのです。予想外の展開に谷口氏はたまらず途方に暮れます。園田さんとは友人のような間柄だったので、まさか弁済を迫られるとは夢にも思っていなかったようです。数十億円規模の資金をすぐに工面することなど到底できるはずもありません。結局エンジンは債務超過に陥り、経営危機に直面することとなりました。コンプライアンスの欠如が招いた金銭トラブルの代償は想像以上に大きかったのです。エンジンが窮地に立たされたことでミスチルへの影響も避けられない情勢となりました。エンジン側は事態の沈静化を図るため、メンバーには当初一部報道は事実無根と虚偽の説明をしていたそうです。しかしマスコミ報道が過熱する中、ついにはミスチルのボーカル桜井和寿さんにも
その詳細が伝えられることになります。桜井さんは騒動の一報を聞いて愕然としたそうです、とミスチル関係者は振り返ります。何しろバンドにとって谷口氏は20年来の盟友、表立った処分は避けたいというのが当初の桜井さんの考えだったようです。最愛の妻子がいながら、かつては不倫で世間を騒がせた桜井さん、その反省からメンバーとスタッフにはクリーンな活動を求め続けてきました。それだけに今回のエンジンの不祥事は桜井さんにとって許容できるものではありませんでした。それでも長年の功績があるだけに、ことを荒立てずに収拾する方針だったそうです。しかしマスコミが騒ぎ立てれば立てるほど桜井さんの怒りも頂点に達していった。エンジン離れを決意した桜井さんでしたが、それは谷口氏との絶縁を意味するものではありませんでした。谷口さんを更迭する代わりにエンジンとの契約打ち切りを選んだ。法的整理が済むまではあくまで支援を続ける考えのようです。そもそも谷口氏はミスチルとの運命的な出会いによって今の地位を築いてきました。そのきっかけは1990年代のこと。谷口氏は大阪の専門学校に通う学生でした。卒業後音楽関係の仕事に就きたいと上京してきた谷口氏、運よくミスチルのコンサート機材を運ぶアルバイトが見つかり、そこに飛び込んだのが出会いでした。その真摯な仕事ぶりと趣味のサッカーなどを通してボーカルの桜井和俊さんと交流を深めたことでバンドのマネージャーにまで抜擢されます。2014年にはメンバーと共に事務所を独立しエンジンの代表に就任。以後ミスチルの活動を支え続けてきました。バンドにとって谷口さんはなくてはならない存在でした、とミスチル関係者は言います。楽曲制作はもちろん、ツアーの計画からグッズ展開までありとあらゆる場面で采配を振るってきた。楽屋への差し入れ一つにも谷口さんのきめ細やかな心遣いが感じられたものです。それだけに信頼していたスタッフの不祥事はメンバー全員にとって晴天の霹靂だったといいます。動揺を隠しきれない面持ちだったというのはギタリストの田原健一さんの証言です。エンジン解散という事態を前に取り残される形となった谷口氏、かつてミスチルの屋台骨と呼ばれた男の未来はきな臭い霧に包まれているようです。それでも関係者の中には、最後まで桜井さんは谷口さんを見捨てなかったと証言する人物もいます。法的整理が済むまでは谷口さんの処遇は曖昧にしたまま残れるポストを探してもらっているようです。新生エンジンの行方はまだ見えませんが、起死回生のチャンスは残されているのかもしれません。週刊文春の報道によると、エンジンの窮状を聞きつけたかつての古巣ウーロン社が救済合併の用意があるそうです。実現すれば谷口氏はミスチルの下へ戻ることになるのかもしれません。世間を揺るがせた不祥事から1年、ミスチルとエンジンは今も再建の途上にあります。失った信頼を一から取り戻すのは容易ではありません、と関係者は言います。今回の事件はミスチルにとっても対岸の火事ではありません。リーダーの桜井さんにもかつては不倫、略奪婚のスキャンダルがありました。1990年代半ば、人気絶頂だった桜井さんに女性スキャンダルが持ち上がったのです。相手は元マネージャーでギリギリガールズのメンバーだった吉野美香さん。一部の週刊誌が桜井さんが吉野さんの自宅に頻繁に出入りしている姿を伝えたのです。当時の桜井さんは女性と一時を設ける既婚者でした。仕事と家庭の板挟みに悩んでいた時期だったようです、と関係者は振り返ります。そんな時にできた吉野さんという心の拠り所、不倫に走ったのは男女の弱みだったのかもしれません。報道後、桜井さんは家中の吉野さんを徹底的に守ろうとします。土下座で頭を下げつつ彼女の家が帰る家と宣言。不倫相手を守り通す姿勢は男の中の男と称賛を集めました。一方、桜井さんと当時の妻の間には
小学生の娘がいました。パパはどこに行ったの？両親の離婚に戸惑う娘の姿があったそうです。後に優しい歌のモデルになったというエピソードはあまりにも有名。現在吉野さんは芸能界を引退、桜井さんとの間に2人の子供を設け家庭を築いています。失敗を経験しているからこそ家族を大切にする心が芽生えたのかもしれません。かつて自身も不倫という過ちを犯した桜井さん、盟友の不始末には人一倍の複雑な思いがあったことでしょう。それでも謝罪と賠償に誠意を尽くし前を向いて歩み始めたミスチルとエンジン、今バンドはかつてない試練の中にいます。しかし信頼を裏切った過去を乗り越えようとする者たちの姿はきっと多くの人の胸を打つはずです。苦難を糧に新たな一歩を刻もうとするミスチルからこれからも目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。